漫画家売れっ子だい。原稿の依頼はお早めに、忙しいからね。13回だ。そいつが僕の名字なのさ。売れっ子ぶりも板につき、最近目切り仕事がない。13回だ。もちろん友達一人もいない。アシスタントもいるものか、一人でコツコツ書いてるぞ。こいつはごくありふれた町のごく当たり前の家族のごく平凡な生活ぶりを何気なく綴った心温まるヒューマンな物語。嘘じゃないよ。最後まで見てごらん。責任は持たないで。さあ、おつむのネジを緩んでくれ。暑い時にそんな服着んなボケ。それはともかくよ、仕事だ。13階段。仕事ですか。私にも仕事のペースがありますので、月一の連載の方が。アシスタントだボケ。チリ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 。この人、少年ピャンチョンで大ヒット連載中、ゲット藤丸の作者、野田達希先生。ナイスガイの漫画家さん。ビューリオペオ明るい職場。アウトンチェーン。野田くんは明るい性格だぞ。野田ちゃん、ユリユ元気なやつよ。コパコパン。おびえんじゃねえ。ゲッチュ。どうも、はじめまして、野田たつき。ゲッチュ。うちのスタッフゲッチュ。みんなサッカー大好きゲッチュ。レモンレモン。コルコバード。サンチャゴ。ほら、おめえも3番のリズムになってゲッチュだ。わかりました。ペロゼロゼロ。岩手バケヤロ。南米じゃないよ。困ったな。ノーダちゃんは南米が好きなんだよ。南米が。おい、ノブ見ろよ、13階段がいるぜ。俺んちの隣、野田さんっていう漫画家なんだ。あいつアシスタントやってんのか。13階段さん、まずここにサッカーボールを書いてください。はい。楽しく洗いながらやれよ、13階段。ジリリヨ王様、どうですか。スイカを書いてどうすんだ。情けねえな、13階段。よー、ノブくん。お邪魔してます。あ、おめえら。ダメだよ、帰んなさい。帰れよ。落ちぶれたもんだな。なんだその無様な姿は。元売れっ子漫画家の意地を見せてやるよ、13階段。元売れっ子漫画家、何ですかそれは。聞いてないですよ、王様。子供は嘘つくから作り話ですよ。おやま、おっさん目が座ってる。痛いの。
貸してください。見開きですね。野田先生、この見開き私にやらせてください。最高の見開きをお見せしましょう。そうだそうだ、見せてやれ。選んだからさ、任せてみなよ。お願いしまけっちゅう。頑張れよ。そこは十三階段さんに任せて頑張るぞ。みんなゲッチュー。なんてことをやってるうちに小一時間。いいね。受けてない。先生、救急車呼ぶけっちゅう。十三階段。小鉄くん、私は間違っていないよね。悪い、俺帰るわ。ドゴンチでも行くか。そうだな。人の人生に口を挟むのは利口なやり方ではない。それぞれたくましく生きていってほしい。また明日。